フ心拍です。心拍ばっかりですよ。あの寒い間にね、きつい模様をつけないといけないから、冬は心拍でやってきます。矢島屋さんで買った心拍です。なかなかこれ模様がいっぱい入ってて面白い毛ですね。面白い。今回の熟練の構想なんですけど、はい、あ、鉢ね、鉢これに入れる予定です、うん、そうです。ちょっと早いですけどね。で今はこうがぐちゃぐちゃぐちゃっていっぱい模様がついてて、はい、これがスーッて伸びてる、こういう状態ですね、はい、このまま伸ばして使うか、うん、それと今までにねやったことがないのかな、こういう圏外樹形で今回やっていこうかなと思います。長さ全部生かす、切らずに。圏外っていうのは、うん、ここがずっとこれ芯、はい、幹がありますね、うん、この芯が幹が下がったやつ、これは圏外なんですよ。で半圏外っていうのは枝が下がったやつ、圏外ですから、この幹全体がこう下がったやつ、これが圏外です。なるほど。半圏外っていうのはこう枝が下がったやつ、はい、そういうふうに覚えてもらえばいいかなと思います。で今回枝抜きして、それから圏外樹形にして、うん、で鉢にここまで植え替えます。でちょっと枝抜いてきますから。めちゃいっぱい入ってますね、うん、あれハサミがないで、あのこの辺のね、こういう枝、はい、もうこう幹ずっと見せるんで、うん、こういうのいらないと思うんですよ。上の方もね、この辺もなくしちゃう、ずっと来て、ちょっと取ってみますね、はい、結構どの枝残すか難しいなと思ってたんですよね、うん、もうこの辺は上の方はあの厳しさつけるために枝なくてもいいでしょ、これは、うん、裏枝とかはどこに。裏枝はね、こう下げてからこういうの使ってきますから、こういうの。なるほど。こういう内側から出てる枝、うん、あのこの圏外の木に限らずね、こういうのはいらないですからね、内側そうですね、完全に内側から出てますからね、これいらない。普通にしてても枯れてしまう枝ということですね。でここもそうでしょう、これ内側はいらない、うん、正面決めてなかったな。正面でも正面はもうこれでいいでしょ、そうですね、これそこかなって気がしますね、うん、ここがね見どころですね、ここが。ここね、うん、ここを見せたい。本当はこういう小さいうちにシャリ入れたいんだけどね、この辺にシャリがすれば、あの古さっていうのはかなり出ると思います、うん、これも取っちゃう、これも取っちゃう、うん、なくなっちゃうんですね、枝が。 こんな感じで、こっち側はこんな感じ、大胆な、ね、これも取ります。そうするとこれ取ると、はい、こう空間ができますかね、これね、隙間は、うん、こうもっと空間作っちゃう、そうね、この辺も鉢ぶつかっちゃうんで、これね、この枝を取ります。やっぱり木の見どころを見せる、一番見やすくするってことですよ ね、うん、見どころ、うん、これで、あのちょっと掃除します。分かっていてもなかなかここまで切れないな。あ、ちょっとね、根っこの方見てみましょう。あの心拍はね、粘り関係ないですから、粘りなんていうことはあのないですからね、粘りなくてもいいんです。なくてもいい。どこまで出せるか、結構ギリギリだったんですね、鉢のギリギリ。あ、これもっと出すか、これちょっと立っちゃうね、これね、うん、ちょっとこのぐらいの辺か、ちょっとかっこ悪いな、これね、埋めちゃった方がいい、少しここ模様をつけて、そうですね、うん、意外と下があった、あと針金かけてからやるわ、はい、掃除、心拍掃除しないとね、皮がどん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 重なってきて、ね、古くなると、はい、そこ虫が入っちゃう、あの掃除は結構大切ですよ、これ、うん、あのうちのやつ鉄砲虫入って、はい、穴開いちゃったね。真鍮製がいいんですか、ブラシは。これはあんまり皮が厚くなってないでしょう、うん、だから真鍮でいいです。真鍮のブラシの方がこう柔らかいですからね、はい、普通のあの硬かったらね、私はワイヤーブラシ使います、鋼鉄のやつの。あれだと結構古い皮も剥けますからね。で最後はこの真鍮ブラシでこう赤い肌、はい、これ芋肌って言いますけどね、ここまで出るまできれいに掃除してきます。でシャリつける場合はね、特にこれきれいにしないとね、この木の筋道、うん、あの水水の流れっていうのは見えないんで、はい、必ずこう掃除してからね、シャリの道を作っていくようにしてます、私、はい、結構これネジも入ってていい気になるよ、これ。そうですよね、うん、シャリ入れる時も楽しみですね、楽しみだ。来年かな。
これシャリつけたからこのぐらいでいいかな、はい、じゃあこれ あと葉っぱ整理してきますから。はい、整理こうしたいと思います。枝の付け根の枝のこう分かれ目ね、分かれ目の、うん、こういうところを取ってきます。細かいのを取って元の近くの葉っぱですね。針金もかけやすくなるし、うん、玉も作りやすい。そう、綺麗です、ね。一応ね、こういう長いのは後で針金かけてから切ってきます、はい、これで針金かけてきます。こういう木だと挿し枝とかそういう概念はどうなるんですか。幹の流れで見せればいいんじゃないか。これ裏枝は必要ですよ。例えばこっち正面だったらこういう裏枝が、なるほど、線で見てきますから。こうはなるほど、いわゆるこう、スタンダードな盆栽の作り方とはちょっと違う、ね、ちょっと違うよね。崖に生えてる木で、どこが頭、どこが枝とか そういうのはないと思うんですよ。なるほど、ちょっと抜いちゃう。ここからは、ここから、はい。で、効かなかったらもう一本入れますからね。これ針金をこう刺しても効かないんで、はい、こういう時の針金のかけ方っていうのをちょっと言ってきます、うん、こういう刺さないで、刺さないでここ小まいちゃう、ここに。あ、根を。そう、ほうほうほう。これでいいんです。ピッチがこう狭くていいんです。これでこう長くの残しておく。ほうほう。そうするともう この間でこう曲げたり伸ばしたりできるから、はい、もう上がついてから針金かけるのめ大変だよこれ、よくこれだけ森が入ったな、これね。そうですね。ちゃんとこれひねりも入ってるもん、これ、いい木を買わせていただきました。うん、もう一本じゃ効かないから。もう一本。ちょっと針金だらけになっちゃうけどし、ここが足元を模様つけなくちゃいけないからね。そうですね。ついたかな、これですね。こんな感じで、はい、あれ、ちょっとこれこの縁に当たっちゃうかもわかんないな、これね。これは鉢にね、こう当たっちゃダメなんです、こういうの、はいはい、こう開いてないといくらか。なるほど、多分大丈夫だと思うんで、行っちゃいます。何を。針金をぐっと先まで。あ、行っちゃいますか、先端のまっすぐな部分も曲げる。そう、こう曲げる、これ全部針金かけますかね、枝も。先生、これやっぱ梅咲いたんすよ。あ、咲いた。八重でした。八重だこれ、いいね、いいね。根が乾かないようにほぼ。根っこ乾いちゃうんだね。ここで家で包んでおきました。包んでおきました。しかしこれ正面と変わるな、うん、ちょっとこのひなり入れながら結構模様つけてきますから、はい、こんな、ちょっとうまく景色が見えないんで上からやっちゃいます。これ上からやっちゃう、最初の構想と全然違っちゃった全然違っちゃったこれは固定用の針金で、これ土入れちゃいます。はい、木つき土でいきますか。全部下の方に大きいの入れときます。ちょっと細かいね。続き。これで
下げていくか、うん、幹に模様つけたら小口が入っちゃった枝あるんで、はい、取ります、うん、だん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 枝が少なくなってるなんか、なんていうの、文人圏外みたいな感じなのかな。これ長いのが面白いから長いのが面白い、うん、すげえな、面白いけど置き場困るな、これ置くところ困りますね、これ結構高いっすよ、これこのぐらい高さいるよ、これ。いや、面白いけど場所取んないよ、これ。でもこの高さだもん。だから高さだけ。こういうとこに置いとかなきゃいけない。うん、縛りつけとけばいいね。なるほど。じゃあ枝に針金かけようか。枝にもかけますか。これは新しい。うちにね、こういうのあるんだよ。県外のこのぐらいの長い。あった気がする。ザーって下がってんな。あれ面白いんだよ。面白いんだよ。面白い木になったでしょ、うん、なんか今までにない、うん、今までにない木だ。なんて言うんだろう、県外だけど、なんかいわゆる県外だ。県外って文人の間みたいな、文人町の県外だね。文人町の県外、細い木だからね、うん、面白いんじゃん、これ貼ってるかは。先生らしくなりましたね、本当に。こうでしょ、これと、うん、こっちのが模様いっぱいあるかね。そうですね、これ面白い。これ針金、最初こっち正面だった。あ、そうだ、針金が見えちゃう見えちゃったで、あの枝先は全部上向けてありますから、これ、はいはい、で特にね、これずっとこう下がってくるでしょ、はい、この辺が弱くなっちゃう。だから葉っぱの結構つけといていいけど、つけといていいです。で必ず上向けとかないとね、葉っぱ弱っちゃうから、うん、枯れちゃうから。針金って今外して向こうにつけれないんですか。ああ、向こうにする。ちょっと動かすわ、これちょっと動かしちゃうけど動画的にもあ、針金なくなった。これ枝がきちんとできてくれよ、いい気になるよ、これ、うん、超心拍、新聞人、うん、文人の県外だ。県外、新しいジャンルを作ったかな先生ぐらいしか僕こういう木作ってるのは見たことないんで。崖に生えた五葉松もこういう形で作れるから。そうだね、ひょろっと長いし、うん、赤松だとちょっと優しい木になっちゃうね。そうです。今日高いあの台の上に乗っけとけばいいんですか。だから、あ、これいいじゃないですか。これレンガにこうやって置いとけばいいんだ。ぴったりじゃないですか。うん、いいね。ここに縛って置いとこう。このまま置いときましょうか。場所、これしかそうなんだ、幅は。本当に高さだけだよ。お家にこのレンガみたいなのがあれば、うん、いいんだないけどなかなかないと思うけど。これ、梅田添えになってる。梅田添え、添えそう、ちょうど梅咲いたんで。梅が咲いた、これ添えだよ。あ、こうかいいっすね。いいやね、これ。じゃあちょっと今までね、新しい感じの、うん、県外作ったことないもんね、これね。そうですね、うん、しかもやっぱ先生らしい県外がこれいいじゃないかな、できた気がします。うん、ちょっと土足して土もうちょっと足してね足しておきます、はい、じゃあこんな感じでありがとうございました。はい。